2017年基準で、韓国の自殺者数は12,463人で人口10万人あたりの自殺率は24.3人。これは、2016年に比べて24.3人減少した数値だ。2016年の自殺者数は、13,092人だった。 韓国保健福祉部と中央自殺予防センターは12日、このような内容を含んだ2019年自殺予防白書を出版したと明らかにした。白書によると、自殺者数が最も多く自殺率が最も高かった2011年と比較すると、2017年は自殺者数が3443人減少したことが分かった。 自殺率は毎年、情報曲線を描いていたが、2011年に自殺予防法が制定されて以降、初めて曲線が下方に折れた。韓国の自殺率は減少傾向にあるが、OECD 会員国と比較すると変わらず高い水準であることがわかる。 韓国は2016年を基準にリトアニアに続いて2番目に自殺率が高かった。特に、65歳以上の老人の自殺率は韓国イコール58.6人で、OECD 会員国の中で最も高いことが分かった。青少年の自殺率は7.6人で、OECD 会員国のうち、11番目に高かった。